大谷翔平投手はこの惑星で一番才能に恵まれている2018年のメジャー挑戦時獲得を逃したドジャース監督が大谷選手を大絶賛した 9年連続でプレーオフ進出を決めたドジャースのデイブ・ロバーツ監督が、エンゼルスの大谷翔平投手を、惑星で一番、野球の才能に恵まれた人間、などと絶賛した。2021年シーズン、投手として23試合に先発して9勝2敗、防御率3.18、156奪三振、ホイップ1.16の好成績を残した。 打者としても最後まで本塁打王を争い、46本塁打、100打点、打率2割5分7輪、OPS0.965、26盗塁を記録した。そんな2021年シーズンの大谷を、同じロサンゼルスに本拠地を置く、ドジャースのロバーツ監督は、彼はこの惑星で一番、野球の才能に恵まれた人間だと思う。昌平がやっていることを、 このレベルでできる人は他にいないだろう。彼のやることを見るたびに驚かされる。昌平は素晴らしい投手で、なおかつ素晴らしい打者だ。ものすごい価値だと僕は思う、と賞賛の言葉を並べた。2021年オールスターでも、メジャー史上初の投打出場となった。大谷を目の当たりにしたロバーツ監督。その時の印象を、大谷は、 素晴らしい選手であり、素晴らしい人間だ。僕は彼に会いたかったし、会わなければならなかった。ホームランダービーに出て、オールスターゲームに先発登板する選手なんて聞いたことがない。彼がもたらした話題性は、MLB にとって、野球という競技にとって、非常に大きなことだ、と振り返った。 ドジャースのジャスティン・ターナーが2021年の大谷翔平選手の活躍を称賛した。2021年の二刀流での大活躍で MLB の枠を超え、もはやスポーツ界の顔とも言える AP 通信の2021年最優秀男性アスリート賞に大谷翔平選手が満票で選出されたことについてジャスティン・ターナーが大谷選手を称賛した。 ターナーはオールスターに二度選ばれたドジャースの中心選手。2017年、大谷選手がメジャー挑戦を宣言した際、積極的に獲得に動いたドジャースの交渉の席に、カーショーラと同席していた、大谷選手と少なからず縁のある選手である。そのターナーが、 大谷選手が受賞した AP 通信の2021年最優秀男性アスリート賞の選出について次のようにコメントしている。ドジャース専門メディア、ドジャーブルーが、今回の大谷選手の受賞が、マウンドと打席での多大な貢献により、満場一致でアメリカンリーグ MVP に選ばれた。と紹介している。この結果にはターナーも納得を示し、 彼がしたことは、どこからどう見ても特別なことだった。本当に良かった。あれは最高だった、と絶賛の言葉を並べた。ターナーは過去、2021年7月米放送局、ESPN、のスティーブン・ A ・スミス氏が、野球界の顔とされる選手が、通訳を必要とするような人物ではいけない、と、大谷選手に苦言を呈した際、 カーナーは彼は地球上で最も偉大な選手。大谷は今、野球界の顔なんだ、などと擁護していたことについても、同志は紹介している。球界のスターからも絶大な支持を集める大谷選手。現在、メジャーリーグがロックアウト期間中という状況にもかかわらず、絶えず現地メディアの話題に上がり続けている。 2022年の活躍が待ち遠しい、都道メディアが言及するとおり、来季のパフォーマンスに期待は高まるばかりだ。東海岸から大谷翔平を愛するヤンキースのレジェンドである CC サバシア氏が日課を告白した大谷の試合にタイマー設定してる。米大リーグのエンゼルス、大谷翔平投手の2021年シーズンは。 紹介するまでもないが、打者として最終盤までホームランを争いをし、46本塁打、松井秀喜氏以来となる100打点、投手としても9勝2敗、防御率3.18、脱三振156、と二刀流で圧倒的な結果を残し、満票でアリーグ MVP を受賞した。実は、 大谷選手のデビューした2018年から才能を常々評価していたのはヤンキースなどで活躍したメジャー通算251勝の CC サバシア氏だ。サバシア氏は大谷を一目見た時から最も偉大な選手だったと大絶賛する。レジェンドは私が一番の大谷ファンかもと自認している。 サバシア氏は、1998年の MLB ドラフト一巡目でクリーブランドインディアンズから指名を受け入団。2001年にインディアンスでトリプル A を飛び越え、メジャーデビューしている。1年目からチーム最多の17勝5敗、171奪三振と大活躍し、チームの地区優勝に貢献した。2001年の新人大投票では一郎選手に次ぐ2位となっている。 2007年にサイヤング賞に輝いたクリーブランドの英雄でもある。その後、ブルワーズを経て、2009年からはヤンキースの先発として活躍。メジャー通算251勝161敗、3093奪三振のレジェンドだ。サバシア氏の大谷マニアブリを MLB 公式サイトが報じている。8月20日、 プログレッシブフィールドで行われたエンゼルス対インディアンス戦を観戦した。記事では、昌平大谷を直接見ることができて笑みを止められない、と紹介している。常々、二刀流のスターを絶賛していたサバシア氏は、改めて、賞賛モードだったという。その中で愛の溢れるルーティンを明かしている。この男を初めて見たとき、私が、今まで見た中で最も偉大な選手だと言ったんだ。 そうしたら、みんな、私の発言に過剰反応したんだ。しかし、あそこまでのレベルで彼が成し遂げていることを実現した選手は誰もいない。彼のプレイを見ることは最高だ。すべての先発試合を観戦している。東海岸で生活しているので、観戦のためにタイマーをセットしてるんだ。私が一番のファンかもしれないね。わざわざ、当番日は時差を考慮し、 タイマーもセットしているサバシア氏。新人王を獲得した初年度の大谷こそ最高という発言は賛否を呼んだと振り返るが、今季の二刀流の大活躍で見る目の確かさを実証した格好になった。そんなサバシア氏は大谷の能力で意外な部分を評価していたという。サバシア氏はメジャーリーグでリトルリーグのプレイを見せている。彼の俊足、そしてあれだけの体格の大きさ。 直接見る機会のあった2019年まで分からなかった。セカンドのグレゴリアスにゴロを打ったんだけど、セーフだった。その前に、セベリーノの95マイルの速球をホームランにしていた。彼にできないことは何もない。まだピッチングを生で見たことはないんだけど、テレビでは何回も見ている。投手としても本当に安定してきた。ストライクが増えて、打たせて取ることもできている。 健康である限り、今後何年もスペシャルな存在になるだろう。怪我さえなければ、二刀流旋風は継続すると断言したサバシア氏。だから、私はこの男を愛しているんだ。すべての子供たちが願っていることを実現している、と続けた。リトルリーグのワールドシリーズでもそうだ。チーム最高の選手が投手を務める。ホームランを打つ。それが最高の選手なんだ。 大谷はまさにメジャーリーグでリトルリーグのプレイを見せている。自分自身も打てる選手だと思っていたんだけど、とてもこれほどじゃない。ただ、自らの全盛期に大谷と対戦していたら、という質問に対しては、レジェンドの誇りを示した。絶対に打ち取る。そこは間違いない。絶対だ。内角のツーシームとスライダーで勝負する。笑顔で、そう語ったというサバシア氏。 しかし、日本の二刀流に魅了されていることには違いないようだ。殿堂入りした、デイビッド・オルティス氏が、大谷翔平を称賛している、彼のやっていることはインポッシブル。都米4年目、大谷翔平はメジャーリーグというヒノキ舞台で大フィーバーを巻き起こした。二刀流に加え、26刀類と快速ぶりも見せつけ、満票でアメリカンリーグ MVP を受賞するなど、権威ある賞を総なめした。 またリアル二刀流の圧倒的なプレーで、メジャーリーグファンやメディアを夢中にさせた侍は、米球界のレジェンドにとっても水縁の的だ。日本時間1月26日、野球殿堂入りした元レッドソックスのデイビッド・オルティス氏が、エンゼルス大谷翔平投手の凄さについて、彼のやっていることはインポッシブル、と、独特の表現で語っていた。デイビッド・オルティス氏はドミニカ出身。1992年、 17歳でシアトルマリナーズと契約。その後ツインズへ移籍し、1997年にメジャーデビュー。2003年にレッドソックスへ移籍。愛称は、大きな父を意味する、ビッグパピ。後期に強い打撃に似合っていた。本塁打を打つと両手の人差し指で天を仰いだが、神と、2002年に亡くなった母への感謝を示していたという。オールスターにも10度選出されている。 通算2472安打、打率2割8分6輪、541本塁打のスラッガーで、本塁打王3度、打点王1度のタイトルも獲得している。シルバースラッガー賞も7度受賞。ポストシーズンに熱狂強く、レッドソックスの3度のワールドシリーズ制覇に、4番打者として貢献した。本拠地のボストンでは大ヒーローだ。 引退後の2017年に、背番号34がボストンレッドソックスの永久欠番となった。日本人にも馴染みがある。レッドソックスで、2007年には松坂大輔投手と共にワールドシリーズ優勝。2013年は打率6割8分8輪日本塁打、6打点とシリーズの MVP に輝く活躍で、上原浩二投手と共に世界一になった。 上原を肩に担ぎ上げる勝利の儀式が話題となった。ちなみに、引退した2016年に38本塁打を放っている。現役、最終年の選手としては、現在も史上最多のシーズン本塁打数となっている。2011年には優れた事前活動を表彰するロベルト・クレメンテ賞に輝くなど、人柄も評価されている。故郷のドミニカ共和国や、 米国で、ハイチの子供向けに基金を設立し、医療行為の援助を行った。ドミニカ共は国内で初となる新血管系小児科施設の設立も手伝った。2008年6月には、ユニセフ国連児童基金からも人道的活動を表彰されている。そして、日本時間1月26日、307票。 得票率77.9%、有資格1年目で米野球殿堂入りを果たしたレジェンドだ。米デジタルメディアバーストゥールスポーツのポッドキャストで自身の番組を持つオルティスは、大谷に言及している。彼のしていることは、インポッシブルだ。野手の試合前の準備は、24時間あっても足りない、と指摘。自身の現役時代のルーティンを、まず早い時間にフィールドでコンディショニング。 それからトレーナー室でケアしてもらい、次にジムに行き、刑事に行き、もう一度フィールドで練習だ。しかも対戦カードごとにミーティングがある。打者と投手のミーティングは別の部屋でやる。こう攻めよう、こう守ろう、サインはこれだぞ、とか。とにかくやることは山のようにやる。それを考えたら大谷のやっていることはありえない。不可能なんだ、と力説した。さらにオルティスは、3時を惜しまない。 それなのにこの男は、打席では一発を放ち、マウンドでは打者を三振に切って取る。インポッシブルミッションだ。私は彼のバランスが気に入っている。彼は以前、レッグキックをしていたけれど、バッターとしてのバランスというか、佇まいがいいね。最も重要なことは、あれだけ打者として優秀なのに、投手としてもあそこまで優秀ということ。 そんなことがどうして可能なんだろうか。また、同じドミニカ共和国出身のアルバート・プホルス内野手との秘話も明かしている。大谷は打者として非常に興味深い存在だと思う。実はプホルスと彼について話す機会があった。彼はこう言っていたんだ。彼は左のパワーヒッターだ。そして、私に似ているとね。その通りだ。私も彼の打撃を見ている。 彼はライトからレフトまで広角に打つことができる。パワーがある。そして、バランスがいい。また、ベイ・フォックス・スポーツが MVP 発表前の昨年10月に放送した MLB 関連の番組で、なぜ今期のアリーグ MVP にエンゼルスの大谷翔平がふさわしいか、と問われた。司会のベンバーランダー氏が、今年の大谷がいかにスペシャルだったかについて少し話してほしい、と投げかけると、オルティスは、 彼が今の野球界でやったことに、私は非常に感銘を受けた。驚くべき見事な成績を残した。投球にしても打撃にしても、すべての能力を兼ね備えている。今年は野球を見ることがとても楽しみだったし、実際に楽しかった、と称賛した。大谷がメジャーに与えたインパクトを強調、アメリカンリーグ MVP 受賞に太鼓板を押していた。打点王3回。 本塁打を一回、さらに三度のワールドチャンピオンを経験した百戦錬磨のスラッガーをここまでうならせる。大谷の持つ才能はやはり唯一無二と言えそうだ。